続いては地日のコーナーです。海のミルクと言われる牡蠣、日本の産地では一時品質低下が問題になりましたが、起死回生の一手で以前よりも高品質になったそうです。一体どのように解決したのでしょうか。宮城県三陸沖、親潮と黒潮がぶつかるこの海域は海の栄養が豊富で、世界三大漁場に数えられています。南三陸町徳良地区で牡蠣の養殖を営む後藤清弘さん、40年にわたり牡蠣を生産してきました。牡蠣の養殖は海にイカダを浮かべ、そこから牡蠣を吊るして育てます。餌は海中の植物プランクトン、豊かな海の栄養分をたっぷり溜め込んだ徳良の牡蠣は絶品です。どん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 甘くなってきますんでね、まあ、2月か3月ぐらいだと思う、一番いいです。かつて徳良では生産量を追求するあまり過密養殖を行っていました。その結果、牡蠣の成長が悪くなり生産量が減る事態に。栄養不足になっていて、牡蠣自体がもう栄養失調ですよね。仲買さんからも評価がどん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 悪くなって、徳良の牡蠣はいらないよってまで言われるようになったんですね。そんな最中、2011年にこの地域を東日本大震災が襲いました。津波により牡蠣の養殖漁場も全て流され壊滅状態に。家も資材も失った後藤さん、何もなくなった海を見てある決意をしました。何にもなくなって、まっさらになった状態であれば、新しいやり方ができる。イカダの数を大幅に減らすことを徳良の漁師たちに提案。自然に負担をかけない持続可能型の牡蠣養殖を目指したのです。震災前は1000台あったイカダを300台以下に削減。するとイカダの数が減った分、海の栄養分が一つ一つの牡蠣に十分に行き渡り、成長速度が飛躍的に上がったのです。かつては3年で15グラムしか成長しないのが、たったの4ヶ月で20グラム。しかもプリプリ感も違うし、味もまるっきり違うんで、一番私たちが驚きましたし、漁師といえどもね、養殖はものづくりなんで、やっぱりいいもの、人に喜んでもらえるものを作りたい、作っていくことがやっぱり将来のためになるのかなっていうね。後藤さんが行った改革は次世代を担う若い世代にも支持されています。後藤さんの息子信也さん、誰だってそうだと思うんですけど、自信あるもの育ててってどうだって出せる姿とか見るとやっぱりかっこいいなって思うっていうところもあると思うんですよね。だからそういう風にしていきたいですよね。持続可能型養殖への転換はゴールではなく、新たなスタートとして次世代に受け継がれていきます。